シエスタがリリースされたということで、今日からですねメンバーそれぞれのマイシエスタを披露していこうと思います。本日はシオンズシエスタということで、僕の最近のホームタウンなんです、高円寺。しかもこの商店街、高円寺の商店街をブラブラするっていうシエスタを紹介しようと思います。ぜひお楽しみください。よろしくお願いします。カフェラテナイスお願いします。カードで。家の近くに美味しいコーヒー屋さんができたのでちょっと寄ってます。アンプっていうねコーヒー屋さんめちゃくちゃ美味しいんでおすすめです。高円寺のこの辺の商店街は古着屋だけじゃなくてカフェとか雑貨屋さんとかいっぱいあって、一日あっても見切れないぐらい楽しいんでおすすめですね。すごっ全部ガーナーから。え、そうなんですか。徹底作り。何ですか。井戸。井戸。石ポンしたら水が、こういう出会いがあるのも高円寺のいいところです。実は大宮の方に一軒家全体が古着屋になってる、古民家全部リノベしたみたいな古着屋があって、そこと同じ系列のお店です。めっちゃいいな。いいな、形もすごいいい。これスタジオンコです。これちょうどいいですか。めちゃめちゃサイズぴったり。これは結構、まあ、家に閉じこもってるのも好きだし、でもこうやって当てもなくプラプラするのも好きだから、なんか近所とかをこうやってなんか目的もなく歩くのが好きですね。僕のマイシエスタはこんな感じですかね。高円寺の魅力伝わったでしょうか。本当おすすめの店ばっかなんで、高円寺来たら立ち寄ってみてください。もしかしたら俺いるかもしれないんで、これで来てください。I'm just loving you.